ISO 226-2003のトーラウドネス曲線トーラウドネス曲線は等しい音の大きさと感じる周波数と音圧のマップを投稿線として結んだものである。二つの音が持つ物理的な音圧が等しくても人が感じる音の大きさは音の周波数により異なる。ラウドネスが等しくなる音圧レベルを結んだ投稿線がトーラウドネス曲線である。 1933年のベル研究所のフレッチャーとムーンソンによるトーラウドネス曲線をはじめとして様々な研究でトーラウドネスレベル曲線が提案されてきた各曲線は測定方等の違いにより差異がある現在広く用いられるものに ISO226 がある ISO226 は標準トーラウドネスレベル曲線を定義する 国際企画である。正式企画名称は ISO-226-2003 アコースティックスノーマルイコールラウドネスレベルコントゥアーズである。1956年にイギリス国立物理学研究所のロビンソンとダッドソンが無教室でスピーカーを用いて測定したロビンソン、ダッドソン曲線が1965年に ISOR-226 として 国際推奨企画となり、1987年には ISO226 として国際企画となった。しかし1980年代以降の研究者たちからは 1kHz より低い周波数域における疑義が唱えられていた。2003年に東北大学の鈴木陽一らの大規模な研究結果が ISO により承認され ISO226 2003として改正された。この研究は、ドイツ、デンマーク、アメリカ、日本の国際共同研究グループで行われ、約40%のデータは日本から提供された。日本での実験には、産業技術総合研究所の大務教室が使われた。加齢による聴力の衰えがない若い人を測定した結果である。上記の日本での実験では、 被験者は18歳から25歳までであった。若いと言ってもこの程度であり、10歳児などは含まれていない。また、ISO226-2003 のトーラウドネス曲線はあくまで統計的なもので、個々人のトーラウドネス曲線は、このような、滑らかなものではなく激しい酸野があることが知られている。 日本人の平均顔にシワやほくろがないように、そのようなものは消え失せた結果である。ありがとうございます。